さて、伊織、今日はどうするつもりだ？まずは水道橋の武家屋敷に向かう。助之進が言っていただろう。由井小説の私塾の門弟が一人奉公していると。ふむ、門弟から私塾の場所を聞き出すか。悪くはない、悪くはないが。どうした？御徒町の一件が引っかかる。あれがもし由井の仕業なのだとすれば、由井が幕府を通じて連中を動かし私たちを襲わせたとは考えられないか？なるほど。我が慶願に同目したな、より。では事の葉を尽くして褒めるがいい。許すぞ。セイバー、幕府が何かがわかるのだな。てっきり知らないものと。より、君、さては私をバカにしているな。幕府など当然知っている。あれだ、東大の朝廷の別名なのだろう。いや違う、惜しいといえば惜しいが違う。幕府とは武家の統領である将軍が朝廷から託された祭りごとを執り行うため開いたものだ。何？はあ、朝廷が祭りごとを。そういうこともあるのか。だが紅玉に聞いた時は確かに。じいさん、適当にも程があるだろう。しかし小説と幕府か、それについてはありえぬ話ではない。奴は幕府に身を置くものだ。小説が幕府重臣に義の存在を伝え幕府を動かしているとしても妙ではない。そうだろう。その場合でも無論幕府の一部のはずだ。幕府全てが敵となれば江戸に居所などなく、四半時もせずに俺は捕らえられ、切腹なしの打ち首になる。そういうものか。ああ、幕府の一部が小説の配下か。あり得る話だ。確かにそうだが、いや、うん。何が引っかかるのだ？いや、確たる何かはないのだが、己が手を汚さず人を陥れるやり口、いささか奴には似合わない。そう思えるだけだ。なるほど、それが君の。ん？いや、いい。君が何を考え、どう戦おうと君の勝手だ。だが、あまり私の足を引っ張らないでほしいものだ。ああ。それでより、江戸の中で特に幕府の要はどこだ？用地ならば数あるが、そうだな、上のあたりはどうだ？上の江戸にとっての鬼門にあたり、邪や魔を払うべく寛永寺が建てられている。用地、特に霊的なそれとしては相当の格だろう。確か浅草より少し西の一帯だったな。では今日はそこにも行こう。待て、話が見えない。なぜ上野にまで足を運ぶ？出方を見たい。仮に幕府がすでに敵であるならば、用地に出向く我らをむざむざ放ってはおくまい。上野行きは挑発、あるいは石膏と移るはずということか。いささか強引な論法だが筋は通る。
では上の絵も足を向けてみるか。さてそうと決まれば。待てセイバー。なんだまだ何かあるのか。幕府の一部が小説に力を貸していたとして、貴殿は彼らを手にかけるのか。当たり前だ。御徒町で言ったはずだ。市政の者をいたずらに殺めるなと。それは人の道に反する行いだ。どうにもならん状況はある。その時は咎めない。だが留意はしてもらいたい。頼む。いおりは難しいな。嫌だとここで言えばレイジを使うのだろう。やれやれだセイバー。わかったわかった。幕府連中に相対しても命は奪わん。だからレイジはもっと前向きに使え。なるべくそうするよ。水道橋、はたまた上野、いずれに足を向けるべきか。気をつけよイオリ。水道橋の方角よりただならぬ気配が寄ってくる。昨夜の怪異と同類か。似た魔力を感じるが。真っ昼間からもののけか。手早く打ち払わねば町に害が及ぶ。待て待て、ゆうべの苦戦を忘れたか。霊脈に接続して対処せよ。おお、霊脈云々があったな。ここで試すか。はは、君はあれだな、まじないを本文にするのはやめた方がいいな。かもしれん。霊脈につなぐとしよう。しかし霊地、霊脈をかように用いるとは、当世の術は面白いな。そういうものか。さてあとは周辺の小霊地を抑えて。敵の気配があるぞ。上野とやらの方角か。もし幕府の者なら挑発にもってこいだ。一気に蹴散らしてやろう。相手がただ人であれ油断はするでないぞ。霊地の魔力、霊地力を活用せよ。接続するのじゃ。小霊地の魔力が流れ込んでくる。そうして霊地の力を蓄えるのじゃ。次の小霊地にも遠く向かうがよいぞ。
敵の動きが妙だな。まさか浅草の攻防が狙いか。むむむ、引き返して片付けるべきか。まあ待て、あれを見よ。奴らのおる昇霊地とつながる霊脈の流れを。魔力の流れ、上野までつながっているな。その通り、奴らは霊脈を通じて魔力を得てある。ということはつまり、流れを断てば力を失うか。ん、たちまち逃げ出すやもしれんぞ。やってみるがいい。上野と御家人どもの間にある奨励地だな。よし、わかった、行こう。聞いたか。やるな、おじいさん。うんうん、わしの思った通りよ。奴らはリーチの魔力を用いておったのじゃ。霊地を奪われ力を失う、それはもしや俺たちにも起こりうることでは。しかり、小霊地のつながりを断たれれば魔力を失い弱体化する。体勢を立て直すことになろう。高尾が言っていたな、霊地の争奪戦とは。ああ、敵の動きに目を配らねばな。まだ敵はいるぞ。あれは放っておいてよいのか。そうじゃな、幸いまだ距離がある。あちらに戻ってはここまで来た意味がないぞ。霊地からのつながりを断たれる前に素早く目的を果たせばよいのじゃ。敵が霊地を抑えるのにもそれなりの時はかかるか。わかった、ならば早々に済ませよう。上野か。今までと比べ空気が澄んでいるような。霊的な用地というのもうなずける。では早速人暴れと行くか。より、待て待て、昼日中に騒ぎを起こすのは悪手だ。セイバーがここにいるだけで十分な挑発になろう。ふん、まあサーバントは魔力の塊だからな。では目抜き通りを練り歩くとする。ついてこい、より。待て、セイバ、一人で動くんじゃない。また迷子になりそうだ。見失わないようにせねば。より、こっちだ。この匂いは。こちらにあるのは何だ。そちらは。セイバー、おい、セイバー。目を離すとこれだ。なあ、ジョーちゃん、こんなとこで寝ちゃ風邪ひくぜ。そうだそうだ、俺ほっとけねえよ。まさか。お嬢ちゃん、本当にそこで寝るつもりかい。だったらうちにおいで、止めてあげるから。いやいや、うちに。うちならおいしい飯もたらふく食わせてやれるぜ。一体何の騒ぎだ。銭なしどもの家など、彼女にはふさわしくない。さあ、硬い地面などでなく我が家でお休みを。
お気持ちは嬉しいけれど、心配なさらないで。私はここで寝て、家宝を待ちたいのです。家宝？ほら、家宝は寝て待てと申しますでしょ。私、探しているものがあって。けれど、私には寝床がありませんから、ここで寝て家宝を待つことにしましたの。そんなに欲しいものがあるってんなら、何か見繕ってやるからさ。とにかく、あなた様のお気持ちは嬉しいのですけれど、そうやすやすと手に入るものではありませんの。いや、待て、待ってくれ。さすがに勘違いも甚だしいだろう。家宝は寝て待てとは、寝ていれば幸運が勝手に転がり込んでくるという意味ではない。うん、おい、そうでしたの。私の勘違いだったなんて。この女人、人をからかって遊んでいるのか、それとも狐に化かされでもしたか。あの、とっても凛々しいお侍様、一つお聞きしてもよろしくって。悪いが、今は連れを待たせているのだが。寂しいことをおっしゃらないで。大丈夫、すぐに済みますから。私ね、この町で、いいえ、この世で一等美しいものを探していますの。一等美しいもの？イオリ、何をグズグズしている。珍しいものでもあったのか。この気配はおそらく、おい、イオリ、その目は節穴か。セイバー？マスターならすぐに気づけ。そこのもの、さ。何事だ。みんな逃げろ。お侍様が、お侍様が化け物を引き連れてきやがった。はあ、化け物だって？なに、バカなこと言ってやがる。あいつ酒の飲みすぎでおかしくなっちまったか。おそらく敵だ。予想が当たったと見える。そこのものは襲ってこないならまあいい。行くぞ、ヨリ。セイバー、貴殿はここを動くな。すぐにこちらで片付ける。お、待ってくださいまし。私も。うまく誘い込めたな。しかし、連中のうつろな様は以前とまるで同じだ。つまりはこれもユイの差し金か。術を用いて再び襲い来るとは。ユイと幕府、よほど我らが目に触るようだな。うん、行くぞ、ユリ。奴らに目にもの見せてやろう。決める。セイバー、行くぞ。奥の手、終わりだ。
けてみろ。味わうといい。受けてみろ。終わりだ。もらった。今のうちに傷を癒せ。死ぬぞ。ここまでか。宮本伊織だ。いや、そうではなく、ここは危うい。離れていろ。伊織様、伊織様、伊織様ちゃんと思えましたわ。私はライダー、上野に紐付けられたはぐれでございますけれど、ライダーなんてつまらない名前ではなくて、私のことは本当の名前で。何をのんびり話している。イオリ、新手が来る。ああ、せっかくの王政を阻むだなんて、なんてひどい方々なのでしょう。ねえ、イオリ様、ここは私の力をお使いくださいまし。これは…受けてみろ。二人で力を合わせ、あの方々にお帰りいただきましょう。鋭き力を使う。助力、感謝する。いや、押し切る。これはダメじゃな。
魔力の残滓をたどろうにも肝心要の術者が痕跡をほとんど残しとらん。連中を操っていた相手は分からずじまいと。残滓を消していく程度には手だれの術者であるとは分かったが、幕府や結衣に関わりがあるかは分からない。歯がゆいな。挑発の策は失敗か。どうあれ今は深追いはやめておこう。それから貴殿が手を貸してくれるとはな。感謝するライダー。そんなの必要ありませんわ。私は私のために戦っただけ。それにライダーとなんてつまらない呼び方はなさらないで、イオリ様。私のことは玉もアリアと、いいえ、アリアと呼んでくださいませ。ずいぶんと気に入られているようだな、イオリ。どうした、戦いの最中魅了の手でもかけたのか。ほほほ、罪な男じゃの。ま、彼女の好みには物申したいところじゃが。二人とも。私ね、美しいものが大好きなの。キラキラした宝石も、情念のこもった絵画も、夕暮れの海も、愛し合う人たちも、今日のお空も、みんな私のものにしてしまいたい。ですから私は欲しくなりました、イオリ様のことが。あ、すまないが、貴殿が何を言っているのかさっぱりわからん。美しいというならセイバーの剣の技だ。俺ではないよ。それに俺に女人と寄り添う解消はない。士官もままならん未熟の身だ。そうですの。残念ですけれど、無理強いはいけませんわね。じゃあ代わりに私とお友達になってくださらないかしら。友人？それくらいなら構わないかな。うん、引っかかることがなくもないが、はぐれの英霊と遊戯を結べるのはまあそう悪いことではないだろう。本当ですの？嬉しい。これから二人でもっといいことをして、もっと仲良くなりましょうね、イオリ様。なんとも艶のある話だ。カヤが聞いたらどんな顔をするだろうな。人事だと思って。まあいい、そのなんだ、いずれ頼りにすることもあるかもしれない。その時は力を貸してほしい、ライダー。もう日和様ったら、アリアですわ。次はちゃんとそう呼んでくださいましね。運があるな、よりユイの手がかりは得られなかったが、はぐれの友を得られたのは喜ぶべきだぞ。まったく大した運だ。そうだな、そういうことにしておこう。
次は水道橋の武家屋敷に行くか。これまでとは比べ物にならない魔力。上野も浅草や吉原と同じく莫大な魔力のたまった霊地であるからな。この力があれば小霊地の掌握などたやすく進むであろう。残るは水道橋だが、その前にあの怪異だ。霊地の魔力はたっぷりだぞ。あんなものはたやすく撃てる。